どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが9月25日の日曜日なんですけれども、さあ、この土曜日、日曜日、タイガースにとっては試合がなかったんですが、ドラゴンズ対ジャイアンツの試合結果がタイガースにとって今後大きくね、影響を与えるというところだったんですが、この土日、ドラゴンズがジャイアンツに連勝してくれたことによって、一気に CS 進出の可能性が高まったということで、まあ、今回の動画ではタイガースのクライマックスシリーズ進出の可能性について徹底解説、そして今後の日程について 思うことですね。まあ、我々タイガースファンが祈りたい展開というのはたくさんあるんですが、3球団並んだ場合どうなるのか、そして今後の CS 進出への思い、こういった点についても深掘りをしていきながらお話していきたいなと思います。では早速お話をしていきますが、さあタイガースファンにとってこの土曜日日曜日の試合結果というのは本当に大きな意味がありました。というのもまず金曜日終了時点ですね。タイガースとカープは同率4位という形で試合がなかった。で一方3位のジャイアンツは現状最下位のドラゴンズと2試合戦うとそういう流れだったんです。で金曜日終了時点の順位成績。 ですけれどもこちらに出てますがジャイアンツが139試合戦って67勝69敗の3分けでタイガースカープがそれぞれ全く一緒140試合戦って66勝71敗3分け、まあ、それぞれ1.5ゲーム差、まあ、カープとタイガースは0ゲーム差ということでこういうゲーム差になっていたんですもうシーズン最終盤ですからこの0.5ゲーム差とか、まあ、そういう小さい順位を上げていくのも本当に大変なわけでそれぞれの球団にとって試合がない場合はまさに他力本願的なところになるわけですよねでこの土日に関してはタイガースからすればもうドラゴンズお願いしますと まもちろん、ドラゴンズに関しても、ギリギリ、クライマックスシリーズ進出の可能性というのはありますから、もちろん他球団同行関係なく、まあ、目の前の試合を絶対勝っていくんだと、まあ、ドラゴンズの場合は確か引き分け負けがあった時点で CS 進出の可能性がなくなるみたいなんで、もうドラゴンズからすれば相手関係なく絶対に勝たなければいけないと、で、そういった中でこの土日の試合を迎えたわけなんですが、見事、まあ、ドラゴンズにとっても、そしてタイガースファンにとってもね、大きな2連勝というのがあったんです。まあ、2019年ぐらいからですかね、ま、いろいろタイガース、ドラゴンズの間で熱い絆といいますか、まあ、我々ファンが言ってるだけではある んですけれども、流、ま、固、あ、同盟なんて言われたりしますよね。で、その流固同盟が復活したというふうに SNS では大盛り上がり。まず土曜日の試合です。もうタイガースからすれば絶対勝ってほしいというところ。ドラゴンズの先発ピッチャーは小笠原投手でした。で、小笠原投手といえば結構タイガースと因縁と言い,いますかね、いろいろ繋がりがあるんですよ、まあ。例えば2021年の最終戦、皆さん思い返していただきたいんですが、もうタイガースは絶対に勝たなければいけないそういう最終戦で小笠原投手に完璧に抑え込まれてしまったと。まあですので小笠原投手からすれば最終戦、まあ2021年のタイガースに因 で、今年もそうです。まあ、2022年、タイガース戦に投げて、防御率が1.93ということで、タイガースファンからすれば本当に苦手なピッチャーと言いますか、まあまりいいイメージというのはありませんよね。で、そういった中で、このジャイアンツ戦、どういうピッチングを見せてくれるのかというところだったんですが、本当に熱い投球を見せてくれて、ジャイアンツに勝ってくれた。そしてもう一つ、この小笠原投手との投げ合いで、ジャイアンツの先発投手は戸郷投手だったんですね。で、戸郷投手はその試合が始まる前の時点で12勝を挙げていたんですが、この戸郷投手の13勝目を阻止してくれた、これも本当に大きい。という のもここは皆さんご存知だと思いますが、タイガースの青柳投手が同じ12勝で並んでいたと。まあ、ですので、戸郷投手が13勝を挙げていれば、まだ投げる試合というのがありますからね。もし戸郷投手が土曜日の試合勝って13勝、で、次も勝つことがあれば14勝、で、14勝されてしまうと、もう残り試合数的に、まあ、青柳投手の最多勝の可能性というのはほぼゼロになってしまいますから、まあ、そういった意味でも小笠原投手が戸郷投手に投げ勝って、まあ、勝利してくれたと。これはタイガースにとってかなり大きなものがありました。まあ、これによってジャイアンツは140試合戦って、67勝70敗になった。で、タイガースとの ゲーム差は1.0ゲームになったと。そして今日の試合もドラゴンズからしても絶対負けられないというところ、王の投手を立てました。で、今日は菅野投手との投げ合いということで、まさにエース対決というところだったんですが、王の投手が6回途中1失点で8勝目で、この王の投手に関しても我々タイガースファンからすればいろんな思い出があるピッチャーです。まあ、例えば2019年ですよね。まあ、タイガースはノーヒットノーランくらいまして、もうその辺から完全にタイガースキラーと言いますか？我々タイガースファンからすれば一番ね。もう名前も聞きたくないような。そういうピッチャーだったんですけれども。流行同盟と言われたのが2019年。 最終戦ですね。まあ、王の投手は最優秀防御率のタイトルをかけてマウンドに上がっていたんですが、その最終戦でも王の投手はタイガースをずっとノーヒットに抑えていたんですよ。ただ、防御率が1位に浮上した時点で、王の投手は途中交代で、あの時の異様な空気というのは覚えてますね。王の投手が手を挙げながらね。まあ、ドラゴンズファンに感謝しながらマウンドを降りていったわけなんですが、あの瞬間タイガースファンからも大きな拍手というのがありました。まあそりゃそうですよね。タイガースは絶対に勝たなければいけないというところで、まあ、もしかしたら王の投手が投げ続けていたら、まあ、これまで通り抑えられていたかもしれない。ただ、その流れで王の。 降りたとところでタイガースはポンポンン点を入れて最終戦勝って2019年クライマックスシリーズ行けたとそういう流れというのがありましたで今年に関してもそうです、まあ、序盤を思い返していただくと青柳投手との投げ合いでもうほぼ完全試合やられかけましたからね、まあ、延長戦まで行きましたからこのように今年も大野投手には苦しめられたんですがこの最後の最後またね、まあ、ちょっとタイガースに有利に働くようなピッチングをしてくれたということでまた SNS では大野投手ありがとうとそういう声というのも出ていますでこれによって日曜日終了時点、まあ、ジャイアンツは141試合戦って67勝71敗3分けになり まあですのでタイガース、カープと負けの数が並んだんですよね、まあ、タイガースからすれば金曜日終了時点1.5ゲーム差もう完全なる他力本願ドラゴンズさんお願いしますっていうね、まあ、そういうところだったんですけれども1.5ゲーム差から0.5ゲーム差になりましたで今後です、まあ、ジャイアンツは残り2試合そしてタイガース、カープは3試合というところなんですが、まあ、引き分けの数とか負けの数を見ていただいて分かる通り本当、まあ、完全同率で3位フィニッシュそういう可能性というのもあるんですよで2つのパターンというのを見ていきたいんですがまずそれぞれ2球団が並んだ場合ですね、まあ、ジャイアンツはカープに 上回ります。けれども、タイガースを上回ることはできないで、カープはタイガースを上回ることができますが、ジャイアンツを上回ることができないで、タイガースからすればジャイアンツを上回ることができます。けれども、カープを上回ることができないと、もうほんめちゃくちゃ複雑です。いやいや情報局さん何言ってるんですか？もうよくわかりません。よっていうね。まあ、そういうツッコミが飛んできそうなんですけれども、本当にこうサンス君みたいな。そういう状況なんですよ。で、今後3球団が並ぶ可能性というのもあります。で、そうなった場合はより複雑なんですが、他の2球団との直接対決の勝敗数になります。で、そうなってくるとジャイ。 23勝勝敗分分け勝率が4割6分9輪でタイガースは23勝24敗3分けの勝率4割8分9厘でここでタイガースが今シーズンカープに苦しんだのが響くわけですねカープは26勝22敗2分けの勝率5割4分2厘ということでカープが CS に出るとそういう流れになるんですまあですのでタイガースからすればカープと並ぶわけには絶対にいかないんですよまジャイアンツと並んだ場合はねタイガースが直接対決の差でいくことができるんですがもうタイガースからすればとにかく3勝するしかないとそういう流れが待ってますでタイガースの残り3試合の流れなんです ですけれども、火曜日、水曜日、そして飛んで日曜日スワローズ3試合あります。で、それぞれの先発ピッチャーですけれども、おそらく青木投手伊藤投手で現状を抹消されてますけれども、西行き投手が行くんじゃないかなと。そういう話がありますよね。で、まずは何と言っても青木投手が勝つことができるかも。これですよ。ま約2ヶ月ぶりの勝利を目指してというところなんですが、青木投手はコメントでタイトルに関しては終わった時に取れていたら嬉しいなぐらいの感じです。是が非でもだから5回まで絶対投げさせろとか。そういうのはなく、チームがクライマックスシリーズに行く可能性があるのであれば、その試合を勝てる。ピッチャーが投げた方がい。い そういうところは監督に任せて自分はやりたい。最後にしっかりいいピッチングをして、シーズントータルとしてはいい成績を残して終われたら、何より最後の最後まで見に来てくれるファンがいる。期待に応えられるように頑張ります。ということで。まあ、青柳投手はなかなか勝つことができない。まあ、自分の中でもフラストレーション、いろんなものがあると思いますが、ここまでチームを押し上げてくれたのは間違いなく青柳投手ですから、もうタイガースファンからすれば、なんとか青柳投手に勝ってほしい。タイトル取ってほしい。そしてクライマックスシリーズに行きたいと、そういう思いです。で、これまたタイガースファンのわがままではあるんですけれども、現状、この動画を撮影しているのが25日のナイトゲーム、スワローズ スワローズとベイスターズの試合前なんです、すでこの試合でスワローズがベイスターズに勝てば、もうスワローズの優勝が決まると。なので、個人的には、もうこの今日でね、スワローズの優勝を決めてくれないかなという風に個人的にちょっと思ってるんですよ。というのも、今日優勝が決まらなかったら、27日、28日、これ神宮ですからね、もうスワローズからすれば、このタイガース2連戦で絶対決めてしまおうと、本拠地で決めてしまおう、まあそういう強い思いというのが働くと思うんですよ。であればですよ、まあ優勝したから何なんだと、まあ気持ちの面変わらないでしょと、そういうコメントもいただくかもしれませんが、やっぱり優勝してるのとしてないとでは、多少気持ちの というところも変わってくると思うんでまあ、優勝したからメンバーがガラッと変わるのかとまあ。そういうところはわからない部分がありますが、やはり優勝してるとしてないと。では多少気の緩みが出るかもしれませんからね。もうタイガースからすれば勝つしかないわけですから、もうちょっとの穴というのをガンガン攻めていきたいところですからね。まあ、残念ながらタイガースの優勝の可能性というのはゼロですから、まあ、なんとか今日決めてくれたらなという風うには個人的に密かに思ってます。で、今後の残り3試合もうタイガースからすればゼガヒでも勝たなければいけないで、タイガースの強みというのはやっぱり投手力ですから。青柳投手、伊藤投手この2人の先発というのは決まっていますが、その後の。 ですまあそこの必殺奥義というところで福原コーチは藤浪投手であったり西純也投手こういうピッチャー達の中継ぎ起用というのを明言しています、まあ、特に先日の藤浪投手ですよね、まあ、チームの流れ的にちょっと微妙だなというところ藤波投手が2回をぴしゃりと抑えてくれたそれによって藤浪投手は今シーズン3勝目を挙げてくれたわけで矢野監督もあの試合を振り返って慎太郎があそこで止めてくれたのが一番のポイントとそういう風に叩いえていましたで本来先発のピッチャーがこの超最終盤中継ぎで活躍するというのは2019年ガルシア投手の奇跡を思い出しますよね 今年8月までずっっと先発だったんんでですすが17試合投げてて勝8敗と思うようよなな数字を残せていなかったんですただあの伝説の9月矢野監督がガルシア投手を第2先発に配置転換するとそのように決めて一生ね先発としての勝ちもあったんですが4試合投げてなんと4勝0敗防御率が0.79ということでまさに奇跡の立役者になったんですまあですのでタイガースファンからすればそこにね今年藤波投手が入ってくれたらというところなんですがまあ実際9月中継ぎ登板して1勝上げてますからね藤波投手自身も残り3試合べて投げるつもりでいると まあこういう頼もしいコメントも出してくれていますから。でも、どんどん、岩佐投手も含め、投げれるピッチャーはもうフル回転で投げていく、そういう3試合になると思いますんで、まあ、今後どんな戦い待ってるのか、この点は本当に大きな注目ポイントです。で、最後になりますけれども、このクライマックスシリーズ進出について、まあ、ファンの間でいろんな意見というのが正直あるんですよね。もう一つ目とすれば、もうどんな流れであれ、クライマックスシリーズに出れるのであれば、なんとか出てほしいと、まあ、最後まで応援します、勝ってくださいという意見と、もう一つね、いやいや、借金持ってるチームがクライマックスシリーズ行っていいのと、まあ、そもそもそういう制度どうなのっていうね、まあ、こういうコメントというのもあるんですよ。まあそこ に関しては、皆さんそれぞれのご意見があると思いますんで、まあ、どちらがどうとか。まあそういうところはね。僕自身思いません。けれども、まあ実際評論家の方々の意見としてもまあ、借金持ってるチームがね。クライマックスシリーズに行ける。このルールはどうなんだとまあ、そこを疑う声というのもあります。ただ、現状のルールとしてまあ、どんな流れがあるね。3位に何とか滑り込むことができれば、下国上のチャンスをもらえると、そういうルールがあるわけですから。まあ、個人的には確かに借金は確定してるというのはあります。けれども、もまあ、最後笑って追われる可能性というのが0 1。.1% でもあるのであれば、まあ、そこに向けて僕自身は全力で応援したいなと。そういう風に思ってます。 こういった中で残り3試合、まあ、このクライマックスシリーズの可能性というのはまだ残されていますから、まあ、皆さんそれぞれご意見があると思いますが、個人的にはね、まあ、なんとか狙えるところがあるのであれば頑張ってほしいなというふうに思ってますんで、残り3試合全力で楽しみながら応援していきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画ではタイガースのクライマックスシリーズ進出の可能性について、そして今後の戦いへの思い、こういったところについてもお話をさせていただきました。さあ、もう泣いても笑っても残り3試合です。また明日休みで火曜日、水曜日戦って、そして日曜日、まあ、いよいよ10月の2日、そこで全てが決まると、そういう可能性が非常に高いですけれども、 今年は最下位から上がってきて失うものは何もありません最後どんな着地が待っているのか注目しながら見ていきましょう皆さんはタイガースの今後についてどのように考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいですということで以上今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいですこの動画が面白かったためになったと思っていただけた方はよかったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者3万3700人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴コメント高評価チャンネル登録が励みになってます次は目指せチャンネル登録者3万人 4,000人ということで今後とも阪神情報客何卒よろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いいたしましょう毎日トラホーありがとうございましたもう周りがどうであれタイガースが3つ勝つそれがもう絶対条件になってきますまずは火曜日青木投手がどういうピッチングを見せてくれるのか注目してみていきましょうではまた